こんにちは、深瀬小由美です。ご報告がございまして、とてもね、悲しいことが起きたんですよ。今ね、もう結構1時間以上撮ったんですよ。撮ったんですけど、ゲーム音声がね、入ってなくて、もう全然ね、設定いじったりとかしてなかったんだけど、ほんと不思議でね。で、セーブデータからやり直してもいいんだけど、結構みんなのね、レベルを上げちゃったんですよ。で、今回はレベル上げがメインの動画なので、まあね、結果発表だけという形になっちゃうかと思うんですけど、そのレベル上がった状態っていうのは、こう、ババーンって、ダイジェスト的な感じでお送りしたいと思います。あとね、ちょっと見せたかったところもあって、そこだけは別撮りで今撮りたいと思います。よろしくお願いします。はい、お見せしたいところというのはここですね。まあ、なんとなく察してくださいますかね。今のガスパール寮はこの上なくきな臭い、誰が何を仕掛けるのか見物だな。ねえ、そうなんですよ、ユーリスくんなんですよ。ここもさ、撮ったんだよ。撮って、自分が一人で喋ってるね、音声だけが残ってるの、めちゃめちゃ虚しいよ。ということでね。ん？なんだよ、俺様に学級の課題を手伝いってか。そう、構わねえが、相応の対価をよこせよな。いや、なに、そう身構えるなって。俺にもあんたが貴族相手にやってる講義を受けさせてほしいってだけさ。どうだ？オッケーです。うん、やめておくなんていう選択肢がさ、存在しないよね。よし、それじゃあそういうことで、俺の力が必要な時はいつでもここへ来いよ。うん。あ、地上に来ないのかって？俺はここの連中の面倒を見ないとならないんでね。ねえ、そう、棟梁みたいな感じなのよ。ではここから結果発表したいと思います。おめでとう自分、ありがとう自分、 Thank you。
そうしてたもん。いや、そうじゃないんだよ。目立ちたくなっちゃったのかな、先生も。たまにはね。うん。いや、前回ですね、レベル上げのところはバババってやるつもりでいたんですけど、それじゃあまりに芸がないなと思って、まあスーパーダイジェストみたいな形にさせてもらいました。それではですね、みんなが成長した姿をこちらご覧ください。多分この動画と一緒にこう昔のレベルもね表示してると思うんですけど、結構ねみんな強くなったでしょ。だいたい5か6ぐらいかな、みんな平均的に上がってるんじゃないかと思うんですけど、ね、だからさ、やり直すっていうのがね無理だったのよ。ということでみんな強くなりました。正直ちょっとね強くなりすぎた感あるんだけどね。ね、こちらですね、今節の課題出撃っていうのかな、推奨レベル5なのよ。でみんな平均10ぐらいにしちゃったから、ちょっと上げすぎちゃったかなっていう思いはねあるんだけど、これねのダウンロードコンテンツで増えるクエスト、まあ出撃なんだけど、お金がね2倍もらえる分、やっぱちょっとね他のと強くなってるのよね。これを目指してたら、まあみんなちょっとねレベルが育ってしまったっていう感じですね。はい、これで成果報告となります。ありがとうございます。今日は、甘味強化習慣、はいはい、桃のシャーベットね。エガちゃん好きか、そっかそっか。ドロテアちゃんも好きなんだ。あ、やだ、食べたいよ一緒に。なんかレベル5か。あ、じゃあ今スカウトしてもいいかな。みんなと同じ感じで育てられるよね。そうなの。ディミトリはね、桃のシャーベットが嫌いなのよ。ねえ。これもね、理由があるんだけど、ディミトリはあんまり冷たいものが好きじゃないんだよね。なんだろうね、知覚過敏なのかな。いや、ディミトリに限って知覚過敏なんてあるわけないじゃない。何言ってんのよ。そうね、エガちゃん。あ、でもユーリスくんも好きなんだよね、甘いもの。ちょっとここのシーンもあげたいけど、ちょっとコンスタンツェちゃんも、いやきっとエガちゃんとなんかあるんだよね。迷うな。一回ここで、うん、推しご飯だね。いやー、画面が幸せ。あら、これ好きだったの、あなたに教えたことがあったかしら。知らなかったよ。いろんな料理を食ってはきたが、やっぱりこいつに勝るもんはねえんだよな。ユリス君はね、甘党なんですよ。何、ティータイムの時とかもまた言うと思うけど、甘党なんですよ。いや、めちゃめちゃ可愛い。やったね。うん、やったやった。そうだな、あ、今日のメニューダメか、1回だけだったか。これなら何人前だって食えるな。
俺の胃袋が熱く煮えたぎってきたぜ。よかったね。食事中に口説かれるのは苦手なんです。だから先生と一緒は嬉しいですよ。やだ、先生口説かれてる？口説かれてんのかな先生。いや、じゃあ今夜の予定開けとくね。みんなこれでやる気上がったかな。あ、支援情報が更新されてるね。あ、ここの二人ね。先生さ、誰ともなんか、あ、もうちょっとじゃん。ねえ、先生とさ、誰も、ここの二人しか懐いてくれてないんだけど。ねえ。あ、ヒューベルと、ウトラちゃん、どうしようかな、ウトラちゃん。あ、嫌いかよ。好き嫌いすな。めっちゃなんかさ、ヒューベルト。え、ヒューベルトは何が好きなの？めっちゃヒューベルト好き嫌いしすぎじゃない？なんなの？転職家か？あ、あったあった。エトラちゃんは？あ、嫌いか。あ、いいじゃんいいじゃん。私はあまり食事を重視しませんが、これには目がありません。が、好きかい？めっちゃヒューベルト好き嫌い激しいな。食べ物の好き嫌いってこう、人の好き嫌いに出るっていうよね。私、かなり好みます。これ素晴らしいです。よかった。いいねいいね。これでみんなのやる気は上がったね。うん、ご飯はもういいかな。あ、発生してるね。うん。じゃあ次は、そうだな、先生の勉強教えてもらいに行こうかな。なんか教えてもらおう。数年前に一度言ったような、上司の息子の依頼。聞いたね。そうだな、武器の扱いを教わりたいところもあるけど、馬って誰か教えてくれたっけ？あと2。レア子ちゃんのとこ行こうか。アヌエラ先生にはもう習ったし、あとはレア子ちゃんだね。はい、あなたも聖教会に属する。レア様に信仰を教わるの怖いな。レア様仕込みの拳いっとくか。あと1。あとどうしよっかな。アロイスさんなんか教えてくれそうだな。あとご飯はもういいし、
イエリッツァ、お前は何を教えられるんだ？どうやったら面の皮が厚くなるかとか教えてくれんのか？そうとの。やだ、結構教えてくれるじゃん。剣はね、私の方が強いのよ。ね、どうしよっかな。この感触覚えておこう。やだな、イエリッツァさんに教わってレベル上がるのも。